浅妻徹の22時から朝食を。どうも、浅妻徹です。この番組は平日の22時に浅妻徹の出来事、考えてること、妄想想像トークをお届けするラジオポッドキャスト番組です。これを聞いて寝るのもよし、もう一頑張りするのもよし、好きな時好きな場所でお付き合いください。気づけばもうゴールデンウィークも前半戦が終わりましたね。皆様はどんなゴールデンウィークをお過ごしでしょうか。私はですね、前半に関してはもともとそんなにここに行くっていう予定はなく、まあその日その日を楽しく過ごしているでございますけれども、なんだろうな、植物園とか行きましたけどね、そこでお花とか見たり、あとは、メダカとか、金魚とか鯉だとか、そういうちっちゃいサイズのお魚たちを見ましたけども、まあ、売ってるところなんでね、そういうのを見たりとかで、朝ごはんにソフトクリームを食べるという、暑すぎてね、そんな恐ろしい朝を迎えたこともありますが、あとは日中から中華屋に行ってビールを飲んで中華を食べみたいな、そういう日もありましたが、まあそんな感じで過ごしております。で、昨日はですね、東京ドームに野球を見に行きましたね。今シーズン初の東京ドームだったんですけども、巨人対ヤクルト戦、私巨人ファンでございますが、4対0でボロ負けしましたね。なんか久しぶりに野球見に行って試合負けた気がしますね。去年は多分全勝だった気がするんで、去年見に行った時は。なんかもう、本当にいいところがなかったので、昨日巨人が。何しに行ったんだっていうぐらいね。球場で、焼肉弁当食べて、ピザ食べて、お酒飲んで帰ってきたっていう感覚ですよ、もう。練習から見てるんで、練習の守備練習と、試合中の守備練習を見て帰ってきましたね。で、昨日野球でお酒買うときはこうビール売りの人から買うんですよ。売り子さん、お姉ちゃんから買うんですけど、通路が自分の席にねあって、右と左にまあ通路があるわけじゃないですか。で、横に、8席ぐらいあるのかな、8席9席ぐらいあるんだけど、もうはちょっと正式な数は覚えてないけど、まあそれぐらい横並んでて、で、僕が座ってたのが右から3番目ぐらいのとこだったんですよ。だから右側の、通路に歩いてくる売り子さんから買うのが一番楽なんだけど、ちょっとハイボールを買うときに左側の通路にハイボールの売り子さんが来たんですよ。で、右側の方に全く全然来なかったから、もういいやしょうがねえっつって左側の人に手あげたの。だって東京ドームのお支払いって、クレジットカードとか IC カードとかで現金使えないんですよ。だからこうタッチ決済とかなんだけど、で、左側の通路側の売り子さんにどうやってお金払うかって言ったらすごい遠いのね。だから IC カードを左の人に渡して、こうバケツリレーじゃないけど、どん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 左の人にって渡してって、で、左の方に座ってる人が売り子のお姉さんにピッてタッチして、で、それ返してもらって、右に送ってもらって、で、お酒も右に送ってもらって僕の方に届いてくるというバケツリレー形式なんですよ。もうなんか申し訳なさもありつつも、日本人ってなんてあったけんだろうなっていう、そんな思いでしたけども、なんか盗まれる心配とか全くなくね、IC カードだからペッて懐入れちまえばいいわけですから、まあそんなことしないでしょうし、したとしても犯人もろバレなんで何のメリットもないんですけど、なんかそういう状態があったけえなと思いながらね、お酒飲んでましたけど、でも球場で飲むお酒がね一番うまい気がしますね。気づいたらビールがどんどん進んでました。
で、売り子さんにも、あ、2杯目ですね、とか、あ、また買ってくれましたね、とか、いや、もう、4対0で本当にいいところがないんで、飲まなきゃやってらんねえっすって言いながらね、ビール買いましたけど。まあ、後半、ゴールデンウィーク入ってきますから。で、後半に関してはね、もうすでに予定がいくつか決まってて、ここに行く、あそこに行くっていうのがあるので、まあ、それはそれで楽しみに、まあ、自分の中でインプットしてこようかなと思っておりますが、こう、大渋滞とかね、皆さん、お気をつけください。帰ってくるまでがゴールデンウィークですから。ね、高速とかさ、新幹線とかさ、まあ、飛行機もそうだけど、帰りが一番大変ですから。うん。で、ゴールデンウィーク後半は帰ってくることがもうメインイベントみたいなところもありますから。うん。場所によるけどね。うん。楽しい楽しいゴールデンウィークを皆様お過ごしください。あ、そう、昨日のラジオでは触れられなかったんですけど、告知がありまして、来週火曜日なんですけれども、日テレ火曜プラチナイトドラマディーブ肝臓を奪われた妻第6話に浅妻徹出演いたします。時間はですね、24時24分からですね、5月7日火曜日の夜中ですかね、12時超えて24分、24時24分からの、第6話に出演しております。ぜひとも、夜中ではありますが見ていただけたらなと思っておりますね。ちょっとお久しぶりの地上波ドラマでございますので、よかったらぜひチェックしていただけたらなと思っております。復讐劇のドラマなので、結構まあ、ドロッとしたと言いますか、なんと言いますか、まあ、ドラマのね、まあ、中盤の第6話なので、うん、TVer とかでも、過去の話を見れると思いますので、TVer で復習しながら第6話見ていただけたらなと思っております。ぜひともよろしくお願いいたします。というわけで今日はここまで。またお付き合いしてくれたら嬉しいな。明日もいい日になりますように。ファイト。